本日はこれ、今僕着てるこれですね、はい、コリーナのシルクのグランパシャツの洗濯の紹介でした。はい、ですね、お買い物していただくお客様ですとか、まあ、ちょっとSNS なんかでもお問い合わせいただいてたものですから、お洗濯これどうなんですか、ご自宅でできるんですかということでちょっとお問い合わせいただいてたので、実際に大丈夫ですとはちょっとお伝えしてたんですけれども、まあ、改めてというか実際に洗ったものを見ていただきたいなと思っての紹介です。はい、でアイロンはちなみにかけてないです。こんな感じですね。コリーナの製品に関しましては、このシルクのシャツに限らず、まあ、おおよそ大体ご自宅で洗濯できるものばかりになっております。はい、で、近くで見ていただくとどうでしょうね、シワの感じとか。まあ、個人的には僕ちょっと無精なのであんまり、ね、アイロンはかけないでいつも洗いざらしで、着るんですけれども、このスカーフですね、ここが少しこう波打ってるというかシワというか跡がついてます。でこれもアイロンかけていただければうまく取れますんで、はい、あと裾のところ、裾のところも少しこう波打ってるかなという感じです。これもアイロンペチッとかけ、ペチッとです、パシッとかけていただければこれも歪みというかこの波打ってるのも取れますので、まあ、大体こんな感じで洗いざらしで、着ていただいてもこんな感じで着ていただけます。はい、でまあシルクなんで、まあ、お値段も結構ね、するものですから、お客様の方もご自宅で本当に洗濯できるのかということでちょっと問い合わせいただいたんです。いただいていたものですから、まあ、大丈夫ですということの、今回の動画配信でした。はい、今、そうですね、今僕ブラック着ておりますけれども、ブラウン、ブラックともにサイズはまだ、揃っております。はい、オンラインストアの方でも、ご購入いただけますので、まあ、引き続きまたご検討いただければと思います。はい、ということで本日はコリーナのグランパシャツ、シルクグランパシャツの、お洗濯大丈夫ですよ動画でした。はい、いつもどうもありがとうございます。引き続きご検討よろしくお願いします。どうもありがとうございます。